ツバメは春になるとフィリピンなど南国から日本にトラ来する餌は飛翔する昆虫で古来液腸として保護されてきたヒナが餌を求める時期に昆虫が出現しないと生存率は低下するため気候変動に弱いとの考察もある気象庁が生物季節観測のうちツバメなど 動物23種の観測全廃を発表したのは、昨年11月だった。その後、専門家から見直しを求める要望が出されたことを受け、関係機関は軌道修正に動いた。道庁と環境省、国立環境研究所が連携し、今春から動物6種の試行調査を始めている。対象は、 ウグイスとヒバリの署名、ツバメキアゲハモンシロチョウシオカラトンボの所見であるいずれも季節感があり観測しやすい生き物として選ばれた当面は愛護団体などに調査を依頼し生物情報を集める環境省のシステム「生き物ログ」に報告してもらう。 市民参加型の調査に加え調査員による定点的な観測も施行するこれが軌道に乗れば対象の拡大を検討していくという新たな観測網の下で季節変動を捉える貴重なデータが再び記録される運びとなった関係者の願いは四季折々の生き物への関心が高まることであろう